どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、大叩きをゼロにする方法、これを皆さんに伝授していきたいと思います。大叩きをゼロにするには、アプローチ力が必須です。これを必ず身につけなければいけませんが、どういうアプローチを身につければよいか、それを今回は皆さんにシェアしていきたいと思います。私、三谷は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さんに毎週会える。これは本当に楽しみなんですね。皆さんのことが大好きです。そして動画を見てくれている皆さん、今回はアプローチをしっかりとやっていく、これが大叩きをなくす術です。では早速いきたいと思います。どういうアプローチをすれば大叩きがなくなっていくのか、それは非常に低く打ち出していくようなハーフショットです。これが非常に重要、というのはボールを上げるというのはある程度条件が揃わなければいけないんですね。ある程度の距離が打てるとか、ボールのライが良いとか、このある程度いい条件というか、まあ、クラブがボールの下に入り込んでいける条件でなければいけないんですが、なかなか距離が30ヤードとか40ヤードとか、ライがベアグラウンド、砂が入っている時期にもよりますが、下がちょっとこうぬかるんでいる、様々あります。そういう中で少し小さい振りの幅でボールがあんまり上がっていかない、こういうショットが要求されることが非常に多いんですね。なのでこのボールを上げずにグリーン上に落ちてから、まあ、場合によってはグリーンの手前、カラーの部分、花道からボールを転がし込んでいくような背の高さを超えないぐらいのアプローチ、これをぜひ練習してほしいんですね。この中途半端とも言えるようなショット、これがなかなかうまく打てない方が多い。非常に小さい、もうカラーから転がしてもうキャリーで1ヤード2ヤード、これぐらいのショットは大丈夫です。あとボールを上げる、距離をある程度出す、これでグリーン上にトントンと乗せる、これも大丈夫、できる方多いんですが、非常に中途半端なんですね。距離にするとピンまで50ヤードとか40ヤードとか、そしてキャリーを10ヤードから15ヤードぐらい、なので背の高さは決して超えずに少し低く打ち出していくようなショット、グリーン上にキャリーさせる、もしくはちょっと手前から転がし込んでいく、そういうイメージの、ショットになります。これは勢いがあまりないので、インパクトが綺麗にスパーンとスイートスポットに当たりませんので、当てようとすると勢いをつけたり、無理やりカットに入れたり、すくい上げようとしたり、いろんなことをしてしまう方が多いので、そうではなく、とにかく当たりがいい悪い気にしない、まあ、悪いのが普通だと思って、少しハーフショットよりもちょっと小さいぐらいですかね、それぐらいのイメージでやってみてください。あまり大きく構えずにそのままスーッと低く打ち出していくようなショット、これがかなり皆さんのグリーン周りからちょっと離れたところ、ここでのショットを劇的に良くしていくと思います。そしてそれをやっていくと大叩きしなくなるんです。こういうところでちょこ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 打数が重ねてしまう、こういうことが非常に多いんですね。ですからそれをいかになくしていけるか、それが大叩きをなくしていく大事なポイントになります。距離はとにかく、フルスイングに対して半分ぐらいの距離になりますので、9番アイアンやピッチングウェッジ、場合によっては8番アイアンとかを使って、ハーフショット、こんなショットをやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。